はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。ゼロ、シンクの蝶、パート7やっていきたいと思います。はい、前回はですね、お姉ちゃんを追っていきましたら、サエさんかな、サエさんだと思うんですけども、サエさんが、めちゃくちゃ笑ってまして、で、その後ろからね、悪魔みたいな幽霊が出てきて追っかけてきました。まあ一部だけですけどね、その部屋一部だけ追ってくるんですけどもね。で、まあいろいろ進んでましてね、戦闘、長い戦闘を終えて、どこ行くんでしたっけどこ行くんでしたっけ、はい、書いてないですね、場所、目的を忘れてます。はいとりあえず、手形のとこ終わったんだね。で、アイテムどんなだったかな、これだ、30菱でいいのかな、30菱の札鍵をゲットしました。で、鍵、あ、そうだ、一つ部屋行けなかった場所あったんですね、そこの部屋の鍵をゲットしたと。はい、では進んでいきましょうか。あそこ人形がいた場所ですね、はい、のとこの部屋の鍵をゲットしたんですね。はい、思い出しました。はい、ではそこへ行きましょう。ではやっていきます。ここが、あの、悪魔がいる場所。いない。いない。わけない。ちょっと待って、下になんかアイテム落ちてたけどさ、取れないじゃん、このままじゃん。行こう行こう。もう無視無視無視。無視します。あなたを無視します。早く出て、よし。あの幽霊は何なんだろう。すっごい。雷とともにね、コントローラーもね、震えるっていう。よし、さて進んで、まだ懐中電灯をゲットできてないです。で、ここは行けた、あ、ここ行って、開かない、開いた。で、この先のお部屋ですね、ここはまだ行けないと思うんですけど、行けないね。固く閉ざされてるだから鍵とかしてあるわけじゃなさそう。で、ここの部屋の奥ですね。はいはいはい、うっ、取れた、よし。振り返る男、全然話は危険でなかったで、アイテム落ちてますね、取りましょう。来るかな、来ないと思うから一撃で行く。よし、はっ、なんかムービー流れて、誰だろう、ここが港、あれだ、おう、みなかみ村。口にすることすら禁じられた儀式、おう、そして見てはならない場所、そっくり、何か落ちてる、不吉だね。その場所を遮影機で映した。ちょっと今一瞬で見えなかったけどさ、吊るされてたのさ、その遮影機持ったおじさんだよ。はい、では読みたいと思います。民族学者の引き4、はい。祭祀の屋敷だけあり、古くからの村の記録が多く残っている。その多くはこの地方に古くから伝わる伝承や神話、儀式などに関するものだ。民族学的に貴重なのも多数見受けられる。この地方に伝わる祭祭は、赤荷祭と呼ばれ、双子の御子を持って黄泉の門を封じる祭りであり、赤荷祭には本祭と呼ばれる定期的に行われる祭りと、その神事神事が失敗した時に行われる影祭りがあるという。それらの神事が全て失敗し、黄泉の門が溢れる最悪のことを大償いと呼び、門から死者が溢れ、天を閉ざすと記されている。なるほど。なんて言ったかな、村方かなが、幼友達である、いつきっていうのか、いつきとむつきという、双子の少年の行方がわからないという、行方知らずになった双子というところに少し気にかかるものがある。もし彼が見つかれば、儀式に関する話を聞けるかもしれない。双子もう一組いるってことなんですね、いつきとむつき。で、双子って言えば名前がなんか似てるっていう
感じだと思うんですよ。まあ自分の名前もね似てるんですけども、言えないですよそれは。まあでもミュウちゃんはねなんかちょっと違う気がするんだよね。あ、足がない、足がない、足の方すっげえ薄くなってるよね。まあミュウちゃんの話しようか。ミュウちゃんとお姉ちゃんはねなんかまゆちゃんなのか、まあなんか音は似た感じだよ、ミュウとまゆって。あ、一緒かなんか違う気がしたけど一緒だ、ミユ、マユ、一緒じゃねえか。で、一文字違いみたいなね、そんな感じ。俺も一文字違いです。さあ進む、絶対ここ開かないって。なんか俺違う気がしたんだよ違う気がしたんだよ。そしたらなんか普通だった。あれ、こっち違うの、こっちじゃない。あ、危ねえ、飛び足まんないんだ、こっちちょっと待ってね、今反応がね引っかかってんだよねこれ幽霊に引っかかってんだよね、おかしいな、物理的反応があるんだよね。進もう、はい、30びしでいいんだよね。はい、施錠には、施錠でいいのか、今べっとりと赤黒いものがこびりついている。この30びし前なんか麦とか言ってた気がした、気のせいか。俺あんまりね、ほんとね、ひな人形もあんま好きじゃないんですよね。ずっと一緒だって約束したから二人で逃げたの。はい、みんな死んじゃった。誰、みんな死んじゃった。どちら様で。お姉ちゃん、お姉ちゃん、ミオ、何があったの。ミオと前だよね、誰かが私に。ごめん、ミオって言ってたの俺。戻ってこいって、そしてもう一度儀式を。儀式って、一緒にいよう、ずっとずっと。約束したじゃない。とにかくここから出よう。誰だったんだろうね、最初にいた人ね、声違かった。はい、ということで第3の航空を償い終了しました。ショーの終わりでセーブを行うことができます。はい、ではセーブしましょう。ミオちゃん名前ごめん、間違えてごめんなさい、本当に名前間違えちゃったよね。ミオじゃない、ミオ、ミオ、ミオとマユ、なんでマ、ミオ、ん、ミユって言ったんだろうね、俺ねごめんなさい。ミオとマユ、やっぱり名前違うんだよね、なんか一文字違いとかそんなんじゃない。四の国被災、さて進めていきましょう。ミオちゃんごめんなさい、散々ねお酒っていじった割にはね名前覚えてないってよし、ちょっと待って、なんかほら見えた、人形いるんだよな。なんだか懐かしい、懐かしい、不思議と落ち着く。おお、首ない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 のが数体。大きなひな壇にひな人形が飾られている。女の子が住んでいた部屋だったのだろうか。今荒れ果て、いくつかの人形は首がなくなっているようだ。すごく不吉なようだ。その両端にいる人形もすごく不吉な笑みを浮かべているかどうかはわからないが、そのような感じがするさあ進んでいこう。あ、ごめん本当にね、お姉ちゃんごめんね、いつもぶつかっちゃってね、ちょっといじってみたいだけな。進むよ。いな、いや、こっち向いてるね、絶対来るよ、あんた分かってんだから、え、来るよね。ちょっとカメラ構えていくよ。どうしよう、ちょっと動きづらいから進み進んでいく。はい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 、起き上がる。髪長かったね、あなたね、髪長いね。ちょっと散髪してあげようかな。よしよし、おーっと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 っ
さあ来い。オッケー。よし。どういった？まだいるか。壁の中消えた。どっち？すっごいできる。来た。ぐる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 。まだまだまだ。まあ落ち着きたまえ。こっち行かないで。よし。濃く打てるね。待って、お姉ちゃんぐらいはやめてね。来た！おっ！来た！いいね。でも全然ダメージ受けてない。どこ行った？こっち？こっち？どこだ？来た！こっちだ。もうちょい近づいて。どこ行った？どこ行った？お姉ちゃんに近づくな！お兄ちゃんそこに隠れてて、攻撃できるのがねミオちゃんしかいないんだよね。どうしよう、また影に隠れた。影というか壁の、うわーちょいきなりお姉ちゃんの前に現れないでほしい。ちょっとお姉ちゃんこっち来てもらえるかな。来れない？あ、来ない。どうしよう、あそこ急に出るからな。攻撃判定出た瞬間、うわっ、ダメだった。小ダメージ。お姉ちゃん逃げる。そう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 、いいよいいよ。ごめんね、私が邪魔してんだね。おお、こっち来い来た。そうそうそう、いいよいいよ。オッケー、ダッシュタイミング。さあ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 、早く早く、あと一発で仕留めるよ。お姉ちゃん狙いなんだろ。来た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 。オッケー、私狙いだった。だがもう遅い、お前はもう映っている。レンがいた場所に何か残されていた。うわー、何これ。古いものだが綺麗な装飾が施されている。さっきの部屋のひな人形の首だろうか。首かよ、首かよ。じゃあちょっと戻してあげよう。ちょ、人形嫌いだけどこういうのはかわいそうな感じするからね。うん、戻してあげよう。はい、双子を、何、姫でひなの首を差し込みますか。はい。じゃんからゼンマイが動くような音がし始めた。首を差し込むことでからくりが作動する仕掛けになっていたようだ。どんな仕掛けだろうね。ゼンマイが切れるまでの間だけ人形が動かせるようだ。声が聞こえる。お？選ばれし二人の巫女は天に通され蝶となる。うん、蝶となりて村を助くる。どういうこと？待って、制限時間あるから一回待って。二人の巫女天に上にやれってこと？声が聞こえる。選ばれし二人の巫女は天に通され蝶となる。蝶となりて村を助くる。ああ、なるほどね。これでいいんじゃない？ダメ？どういうこと？あ、これも動かせるか。9秒だったね。9秒、8秒、どっちか。引き出しの中に何かが入っていた。札陰に二重菱が刻まれている。どこだろう。お、ありがたいね。これどこの鍵か分かんないとき、出てきてくれるね。あ、あの廊下の向こうか。あそこ開かなかったんだね。調べませんでしたね。ずっと左側行こうっつって、右側のドア調べてなかったですね。なるほど。開かなかったんだ。では、振り向いて戻ろうか。よし、ちょっとお姉ちゃんまた肩当たっちゃう。当たんない。よし、進めこ。もうさすがに出ないでしょ。出ない。進みます。急に出てもいいのにスタンバイはしておかないとね。あ、ここまた本かな。本か、なんか
かな。よし、手記だね。はい、じゃあ民族学者の手記6読みたいと思います。この屋敷の双子の少女から屋敷の、脇戸を示す地図を手渡された。なんだっけ、影祭、隠れ祭が迫っているので、夜間に、脇戸から逃げるようにというのだ。そのことについて問い返す間もなく二人は去っていってしまった。今のところ他の、家人におかしな動きは見られない。我らが閉じた村に迎えられたことはそれなりの理由があったということだろうか。念のためであるが、村方は先に返した方がいいかもしれない。何かあったと。ここからなんか出そうで怖いね。なんか。ミオ。はい。置いていかないで。いますけど、ここに。行こう。おいっす、おいっす、さあ、オッケー。語りかけろよ、私。私たちじゃない。私たちじゃないよ。ヤイとサエですよ。ヤイさんとサエさんですよ。私たちは、ミオとマユですよ。お姉ちゃんの名前も間違えてるかと思っちゃうくらい。ちょっとセーブしよう。また死んだら嫌だ。マユちゃんでいいよね。お姉ちゃんね。名前間違えてたら本当ごめんなさい。じゃあセーブしましょう。OK、 さあ進もう。また、はい、冷たい。そうだね。そうだね。雨冷たいね。冷たいと感じるのは生きてる証拠だよ。映ってる。やる。びっくりしてね、語りかけてくるのはわかるんだけどさ、怖びっくりして全然聞こえない。こっちから映すのかな。おえ、あ、ごめんごめんなさいね。上から上から、下から、どこだろう。え、わかんない。あった。はい。何庭に立つ。ポイントゲット。おっと、なんかムービー流れそう。おい、お姉ちゃん、早い。お姉ちゃん。また勝手に。うん。ステンバイ。コントローラーが触れ始めます。びっくりした。お姉ちゃん、どうしたの。なんでもない。なんだ。なんだ、急にそこに立たずんで、どうしたの。どこに逃げようか。まず帰る場所わかんない。殺したくない。ほい、なんか物騒なこと言い始めたよ。あなたは誰も殺していないよ。手があったか。ビエルもこれ絶対来るから気をつけてね。絶対来るから気をつけてね。ちょ、違う。あなたじゃない。あなたはお呼びじゃないよ。ちょ、来ないで。そう、お姉ちゃんの言う通りだよ。来ないで。ちょ、そっちじゃない。危ない。うわー、パワーアップした。ちょ、来ないで。あなたはお呼びじゃないのよって。待て。危ない。オッケー。2回撃てるかな。やってみようか、1回。最初に濃く撃って、その次に。来た。こう。オッケー、来た。からの。あ、ダメだ。2回は撃てない。よし。オッケーよ。ちょっと近いかな。ちょっとお姉ちゃんに近いかな。オッケーだけど、お姉ちゃんに当たってる。
私も下がる。ちょ、お姉ちゃんに当たってるから勘弁して。そうそうそう、お姉ちゃん逃げて。お姉ちゃんナイスナイス、ベストショットですよ。え、お姉ちゃんちょっと、よし、OK。 攻撃も判定も、攻撃の判定も入ってる。よし、 OK、 いただきました。この不気味なオーラをまとった状態はなんて言うんだろうね。パワーアップバージョンでいいの普通に。さあ逃げなきゃ。ミコのなんか本当にお姉ちゃん物騒な言うこと言い始めたよ。殺したくないってさっきまで言ってたのに殺す。やばいよやばいよ。後ろから刺されたらどうしよう。妹がお姉ちゃんに危機を感じている。たったったっ、ふぅ、あぶねえ。うん、よし。さっきから語りかけてくるおじいちゃんは何だろう。二重菱の模様が刻まれた施錠がかけられている。よし、鍵を開けた。では右の扉へ行きましょう。こっち、おっと、溶け大きな六方の古時計からを浸水出るよ。ありがたいね、嬉しいね。どうしよう、 上にも行けるけどこっち側にも行ける。こっち行ってみよう。扉の向こうから密かな気配を感じる。密かな気配、密かな気配を感じるけど開けてみると、ねね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 、そう、開ける子供、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 子供が、子供が、こんにちは。あ、かわいい、あら、かわいい。こういう幽霊ならまだ許せるね。うん。でも、子供の幽霊ってちょっといたずらするみたいですからね。よし、これは来るな。絶対来るな。気をつけろ。来なかった。14式フィルム。よいしょ。あ、待ってないよ。待てないよ、待てないよ、 あんたが待ってよ、あんたが待ってよ。待ってくれないのね、子供待ってくれないよね。待ってって言っても待ってくれないよね。もうほんと無邪気に選んだからね。もうわんぱく、わんぱくすぎる。あったった、待って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 、ほんとにもう、ほんとでも、もうね、とどまってくんないよね。よし、ね、何、千切りの模様が刻まれた。千切りでいいんですかね。ああ、子供も意外と怖いよ。うん、まだ可愛いから許せるけどね。うん、走り回ってるうちがいいよ。これがね、うん、動き止めたらね、あ、なんかあったんじゃないかって思うかもしれない。何の話をしてんだろうか。よし。さて、2階に上がりましょう。2階、初めてではないか。あっちの方でも2階は行ったね。なんだ、こういう狭い、あ、ちょっと、狭い場所は何や、何も出てこないわ。やったぜやったぜ、何気なく手引っ込めたら、普通に素通りしてった。ゴーストハンド、空振りだったな。穴を覗く？何？秘密の、なんていうの？調べる。床に穴が開いており、一回見えてる。なんか忍者みたいだ。あー、時間だ。どうしよう。覗くのは後にしようか。はい、いいところで。いいところで終了ですね。ちょ。ほって、ぷっ！オッケー。はい、ということでね。いい感じで時間が来ました。もう覗こうとしたらね、いい時に、ほんとタイミング、いい時のタイミングで時間が来るんですね。はい、申し訳ないですけども、ここで終了したいと思います。はい、次回はこの穴を覗くところからスタートしていきましょう。お姉ちゃんやっと救出できましたね。なんかおねんねしてました。お昼寝かな、お昼寝っていうかもう夜なんですけどね、もう眠たかったのかな
まあ寝てたところを起こしてね、また一緒に行動し始めました。はい、ではで4の国被災が始まりましたね。はい、では次回はここの穴を覗くところからスタートしていきたいと思います。名前間違えてごめんなさい、本当に。はい、ではパート7はこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。それがスタートの合図、聞いたことないなんて言わないで覚えて、ラクラクラックです。楽しく、そして楽しく、つまらないことなんて忘れて。